皆さんこんにちは、ママジョイちえこです。今日はこちらの論文を紹介していきたいと思います。タイトルは性行為の頻度が自然閉経の年齢と関係していたというものです。研究結果で性交渉の頻度と閉経年齢との間に関連性があったよというものです。この論文は約3000人の米国人女性の性生活と閉経の時期を10年間にわたって追跡調査した結果をまとめたものです。ということで、この動画ではこちらの論文の内容と日本人の性交渉の回数についてご紹介していこうと思います。この研究では閉経に伴う生物学的・心理学的変化に関するデータの収集を目的とした米国の研究 Study of Women's Health Across the Nation SWAN に1996年から1997年に参加した女性のデータから抽出した2936人を対象にしたものです。英国王立協会のオンライン科学誌ロイヤルソサイエティオープンサイエンスに掲載されておりますので、概要欄にリンクも貼っておきますね。これによると、平均して週に1回以上性交渉をしている女性は、性交渉の頻度が月に1回未満の女性に比べると閉経期に入る割合が 28% 少なかったということです。この研究チームでは、性行為の機会がなくて妊娠する可能性がないっていう女性では、体が排卵にエネルギーを注ぐ必要はないと判断していることを示唆するものだとされています。研究開始時の女性の平均年齢は 45.88 歳で、すでに閉経していた女性はいなかったのですが、研究を始めた段階で 46% の女性で月経周期の変化やホットフラッシュといった周閉経期の症状が現れ始めていたということです。閉経の前後5年間を周閉経期といって、この期間で更年期症状が現れるとされておりますので、研究開始時の年齢が45歳ということが、ちょうど更年期症状が出てくるくらいかなっていう年齢ですね。ここから約10年の間追跡されていくわけですが、この追跡している期間で自然閉経に至った女性の割合は 45%、 平均閉経年齢は52歳だったとのことです。女性の月経にはさまざまなホルモンが関わっています。月経は妊娠・出産できるように女性の生殖機能を保つには必要なものです。ただ月経がある女性はよくわかると思いますが、月経は女性の体にとって負担でもあります。子宮内膜を増殖させて排卵して、受精しなかったら生理としてまたまっさらな状態にしてという一連の流れにはエネルギーが必要なんですね。毎月血が出て、しかもエネルギーが必要で、生理なんてなかったらいいのにって思う女性もいるかもしれません。でもなぜ必要なのかというと、女性が生殖機能を保つため、つまり妊娠出産して子孫を残すために必要なわけですね。性行為の機会がなくなってもう妊娠もしないでいい女性にとっては、体がこの排卵のためにエネルギーを使う必要がないんじゃないかなって判断しているということですね。生殖機能を必要としないのであれば、その分のエネルギーを孫の世話であったりとかっていう風な形で使った方が効率がいいのではないかと、この研究チームは考察しています。過去の研究では、一度も結婚したことのない女性や離婚した女性に比べると、既婚女性の閉経が遅い理由については、男性フェロモンの影響があるのではないかとしている報告もあります。性行為の機会を持ち続けることによってさまざまな利点があるというのは、医師の間ではよく知られていることだったりします。例えば、閉経が遅い女性では骨の強度が高く、脂質の値も良好に保たれている可能性が高いんですね。これは閉経するまでに分泌されている女性ホルモンであるエストロゲンが女性の体を守っているからです。
エストロゲンがあることによって骨も強いし、脂質異常症などの病気も少なくて、血管にもいい影響を与えているので、高血圧が少なかったりと、たくさんいいことがあるんですね。閉経後の女性で突然血液検査の異常が現れたり、血圧が上がったり、骨折しやすくなったりとするようなことは、女性を守ってくれているエストロゲンがなくなることが一因であることはよく知られていることです。良好な性行為の機会を持ち続けることで、閉経が遅くなるだけではなく、骨や血液などの他の面でもプラスがあるんですね。ついでながら、エストロゲンが女性の体を守ってていいよと言っても、たくさん出ていれば良いのかというと、そういうわけではありませんのでご注意ください。乳がんや子宮体がんの中には、エストロゲン依存性のものもあり、エストロゲンによって増殖してしまうっていうようなものもありますので、何事もバランスが取れていることが大事ですよね。性行為の機会を持ち続けることによる利点が指摘されていますが、そう言われても今現在性行為の相手がいないっていう女性もおられるかもしれません。この研究では閉経の遅延に関連する性行為として、いわゆるセックス、つまり男性器を挿入するというもの以外にも、オーラルセックスや愛撫、自慰行為も含まれています。つまりパートナーがいない女性でも遅めの閉経による恩恵を受けることは可能だと考えられますね。さて、この研究はアメリカ人を対象としているため、日本人のデータは残念ながらありません。なので日本人の性交渉の頻度についての報告を紹介してみたいと思います。日本人女性では年代を重ねるごとに一般的には性交渉の頻度は下がってきます。ただ結婚している女性と結婚していない女性では傾向が違います。既婚女性では最も頻度が高い20代で週1回以上性交渉がある女性は4人に1人以上いるようですが、年齢とともに減ってきます。これに対して未婚女性では全年齢層で週1回以上性交渉がある女性は5人に1人程度で変わらないようです。全然性行為を行っていない女性は全年齢では3割程度となっていますね。ちなみに男性のデータも見てみると、男性の場合には未婚男性の方が性行為の頻度が低いようです。既婚男性で 33.3% なのに対し、未婚男性では 37.9% が性行為を全く行っていないということですね。女性ホルモンであるエストロゲンの作用でお肌も骨も血管も若々しく保てるということであれば、パートナーとの性行為をもっと楽しめるかもしれませんね。ママジョイチエコチャンネルでは、すべての女性に美と健康をということをテーマに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。